こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ブランチマイニングに飽きました。嘘おっしゃい。まあなんというか、全ブロック持ち帰る方法でのブランチマイニングはプレイが辛いんです。で、何か捨てられるブロックはないかなと、あちこちに分散してたアイテムを拠点に寄せ集めてみたら、急にピラミッド建築したくなったのは本当です。さて、次の建築材は石を使います。ハーフブロックのほとんどを先に積み切る予定じゃなかった?ネザーのトラブルで断念しました。さてそれでは建築再開です。ありとあらゆる建築材の中で、最も気分が複雑になるのがこの建築材です。普段はいつも四角形状に石を採掘しているのに、今だけは四角形状に石を設置しているものね。猛獣を襲う目だというのに砂岩トンネルはまだまだ大きいです。こうも高さがあると目視で位置がわかりづらいので、こうやって砂を積んで登っていく場所を測っています。そういえば、この後ブロックを積む順の話ですが、今手持ちの材料で約19スタック用意できる建築材はそれなりにあり、アカシアの浜での4層をどう埋めるか悩みました。適当に建築材を選んで積んでしまうと、後で何を積んだか記憶に残りにくくなるんです。ある程度まとまったブロックで4種類選びたいわけね。で、迷った挙句、石だけで用意できる残り4種類を積むことにしました。ついでにアカシアの葉の上は原木にするつもりです。ちなみにこの20層目まで積み終わると、そこから上は18スタックで足りるようになり、少し気分的に楽になります。あまり変わらないけどね。うおお、下でクリーパーが待ち構えているし。まあ今の作業方法なら滅多なことでは落ちないわよ。見られていると緊張するんですよね。意外とシャイなのね。さて、しばらくぶりの建築なので、左と後ろをしっぱなしの高速積みを躊躇しています。そんなにブランク長かったかしら。あのテクニックは立方体ブロックでしかできないので、木材を積んだ以来なんです。まあ慣れてきたら切り替えます。さてここからが石の層の二つ目の問題。やっぱり石掘って石設置することになります。自己満足の世界ね。まあきちんと削りますけどね。こういうところで妥協すると今後のモチベーションに関わってくるんです。ジャングル探しを妥協した人が何言ってるの?その件は記憶からきちんと削りました。さてそんなわけで石を置くために石を削ってると、なんでこんな合間だけ砂岩と砂があるのでしょうか。下の方が砂岩だし、サバンナ大地に砂場が生成されたわけでもないようね。さて次がここですが、これ、ピラミッド建築開始早々に小山だと言っていたサバンナ大地ではなくて、その少し手前です。ピラミッドが伸びてきたらこのサバンナ大地に達してしまったんです。まあ横幅30メートルちょっとしかないからいいのですが。で、当初小山だと言っていた場所はこちらです。もうわずかしかないわね。地形の形状を見る限り、この15層目で小山は削るのが最後となりました。で、最長の長さを誇るサバンナ大地最後の難関も。今ならわずか4分足らずで1層分削り取れてしまいます。そういえば昔、ビーコンでサバンナ大地削るとか言ってたじゃないの。早く使わないと全部削り終えてしまうわよ。さすがにもう無理です。使うチャンスはネザーのたった一度の油断で無意になりました。さてこのピラミッド南西の内側の川は、第二の和みポイントです。ちなみに第一は南東の水鳥干渉ポイントです。何もいないじゃないの。時々湧くんですよ。次に来た時に期待します。さて、この砂岩の山もあと少しなんですよね。あと10層程度で削り終えそうね。最後まで残りそうなのは砂岩トンネルになりそうです。あれほんとでかいです。
さて、45分の作業で15層目完成しました。で、のんびりしている暇はありません。急がないとリードがロストしてしまいます。そっちの理由なんだ。未だにリードがなくならないのが不思議です。さて15層建築中に石をシルクタッチで集めてきました。あと3層分必要です。ザットの数であと足りないのは14スタック。1層ごと20スタックは集められそうなのでなんとか足りそうです。それにしても、精錬の燃料のためにいちいち溶岩取りに来るのは結構手間がかかります。なんとかならないものでしょうか。ネザー解禁が手っ取り早いのだけどね。さて、次の層に積むのは石レンガなのですが、次の次の次に積むひびの入った石レンガの精錬を、そろそろ始めないと時間がもったいないです。これ、あと2層積むうちに19スタック分の精錬が終わるの？どうでしょうか。精錬時間は把握してないんですよ。さて16層目は石レンガです。ガンガン建築していきます。ちなみに数層下に見えているのは石レンガではなく、石レンガのハーフブロック2枚重ねです。紛らわしいわね。紛らわしいです。さて、だいぶ作業が慣れ始めてきたのでスピード積みに戻しました。早いです。さて第1なごみポイントに着きましたが、実はもうあんなには鳥遠いです。鳴き声すら届かないとちょびっとしかなごめないわね。まあだからこそこの第2なごみポイントに期待していたのですが、今回もモブは湧いてくれませんでした。で、37分の作業で16層目が完成。スピード積みにすると随分違いますね。ブロック一つ目から早く積んでたら30分切るかもしれないわね。さて拠点に戻ってきましたが、またリードがきちんと切れています。ひょっとして描画距離圏外に一旦出るとリードが切れたりするのでしょうか。さて掘ってきた石を追加してみると、次の層を積むのに微妙に数が足りません。計算通りです。あと1スタック足りないわね。もう石炭使って精錬の仕掛けを増やしてしまいます。とかやっているうちに、今度は溶岩燃料の方が8つ使い切ってしまいそうです。まだひびの入った石レンガの精錬が半分しか終わってません。で、もう石炭に手を出しちゃったんですよね。そこで、一つ使うのも多く使うのも同じだという理論を適用し、石炭ブロックに手を出すことにしました。それのどこが理論なのよ。石炭ブロックはせっかく集めた建築材なのに。まあ溶岩を固めた黒曜石も建築材ですから、多分ビーコンの力でサクサク集まります。さて、17層目は模様入り石レンガです。ともかく頑張っていきます。さて、ピラミッドの反対側のサバンナ大地を削っているところで、こんなところに洞窟があったのか。真上に伸びていたのね。実は前々から、この近くで建築している時にゾンビの声が近かったことがありました。さてこの集会では、ピラミッド周囲に設置したチェストの整理をついでにしています。で、整理中に気づいたのですが、なぜか一つ暗算岩が紛れていました。どんな間違い探しなのよ。さて第2なごみポイントに到着。今度こそ、と、やっと水ゾンビと水クリーパーが湧いてくれました。あら、水鳥と水イカも湧いてにぎやかね。あれは、暗くて見えづらいですが普通のゾンビも、いい感じです。さて、チェストの整理に時間を費やして、結局52分の作業で17層目完成です。で、拠点に戻ってみるとひびの入った石レンガは18スタック。必要なのは18スタックと20個なので惜しいです。3分間待ってやったら揃いました。なんでそこだけ上から目線なのよ。3分待つときに偉そうなのはむしろ礼儀です。さて、ひびの入った石レンガはひびが入っているんですよね。ピラミッドの強度が弱く見えて少しだけ嫌です。
それよりも一段下がラーメンなのが嫌だわ。で、この集会は時間を気にしてなるべく急いで積んでみました。作業時間28分で18層目完成です。やっと30分切ったわね。と、のんびり地図を見ている暇はない。忙しいです。川の方に向かってるわね。やっぱり馬小屋必要でしょうか。でもこの企画じゃ余計なダイヤあまり掘りたくないんですよね。ビーコンで小屋建ててもいいのよ。さて、縮尺の大きい地図はこんな感じになりました。まだ18層目ですが、建築材の数としては進捗 20% を超えています。要するにこの範囲を埋め切るまでの面積で見ればいいわけね。小さい方の地図は、なんだか薄暗い色に変色しています。北東と南西にポツンと白いのがあるけど、建築中に気になって調べましたが、たまたま変色したようです。さて、今回はここまでで、次回はいよいよ明石あかりに行ってきます。ピラミッド拠点近くにサバンナが3カ所、西が近いけどもう以前買ったのよね。で、ピラミッド近くはあまり手をつけたくなかったので、伐採所は1枚目の地図のサバンナにしました。次回、サバンナの葉と原木をピラミッドに積んで、あと葉っぱの内側に松明設置するところまで進めたいです。やっと夜に明るく照らされるピラミッドが拝めるというわけね。割と楽しみにしていたので今回モチベーション高めでした。では次回も頑張っていきます。そろそろ序盤を抜けそうね。それではまたね。バイバイ。